ようこそ、さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらナチュラルローソンの5種類のチョコレートお菓子を食べたいと思います。どれも丸っこくて美味しそうですね。こういうのってしかも体にいいって書いてますから、これは気になりますね。まずマカダミアナッツ、ココナッツシュガー、シチリアンレモン、アーモンド、クランベリー、どれから食べるか迷います。まずは一番シンプルともあるアーモンドからいきますね。これはどんな感じなんだろう。それでは、はい、中身はこんな風になります。やっぱり丸っこいですね。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。で取ってみると、おっとこれは小粒ですね。デニも小さいのかな。ではいただきます。はい、続きましてはココナッツシュガーチョコレート。んただのココナッツではないんですね。中はこんな感じになってます。ちょっと今までと違いますね。なんか四角っぽい感じです。ではいただきます。はい、続きましてはシチリアレモンのアーモンドチョコレート。アーモンド2個目ですね。でもレモンだとやっぱり色が分かりやすいですね。しかも鮮やかな印象もある。ではいただきます。はい、ラストはマカダミアナッツチョコレート。これも気になりますね。マカダミアナッツも結構チョコレートではメジャーですよね。ではいただきます。一口にチョコレートといってもいろんな味がやっぱりありますね。甘酸っぱい、苦い、甘い、カリカリ食感、いろいろあってどれもが一番か選ぶの難しいけど、今回はあえて選ばせていただきますよ。自分が選んだのはこちらです。まず5つ全てに入れることなんですが、チョコレートは糖質控えめなので苦いのかなと思ったんですが、甘いそうでもなくてしっかりと甘さを感じることができました。なので甘いチョコレートが好きな方にもおすすめできますね。その上でまず最初に食べたアーモンドチョコレートはアーモンドの食感がしっかりコリコリ感じられて美味しかったです。でそのアーモンドチョコレートのチョコレート部分にレモンが入ると、そのレモンの甘酸っぱさが酸味を感じることができて、さらに美味しくなりましたね。でクランベリーチョコレートはベリーのブニュッとした甘酸っぱさがレモンとはまた違ったそれを出していて美味しかったです。でマカダミアナッツチョコレートもアーモンドと同じだったコリコリと食感がチョコレートでよく合っていました。ですが今回自分がこの中で一番気に入ったのはこのココナッツシュガーチョコレートですね。なんかココナッツシュガーとは言うんですけど、それだけじゃなくて中になんかザクザクとした食感の何かが入っていて、それもまたナッツともベリーとも違う食感を感じることができて美味しかったです。なのでこれが一番おすすめですね。なのでこれを代表としてこちらの点数とさせていただきます。はい、チョコレートやっぱり好きですね。まだ食べたいです。それでは、ビール飲み少年やめるや、この僕の、まあビール飲みながら少年とは言えませんよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。